今日は何個？はい、まずはこちら、編成キャラはランダム、レジェンドクエストの様子からお届け。ちなみにこれが48ステージ目、最終ステージとなっております。これまでレジェンドクエスト、何回か実況動画出したことあったけど、まだ1回も完全制覇する様子、お届けできてなかったからな。今日こそ皆様に完全制覇をお見せしたい。推し、体力お化けの浦島さん第3形態、キングガメレオンが壁になってくれてるうちに、生産コスト高いキャラ中心に、戦力を整えておきたいところね。でもキャラ残り微妙で、あんま良いコールコストのキャラがいないんだけどな。あ、キャラ残りっていうのは一応説明しておくと、先ほども言ったようにこちらのレジェンドクエスト、キャラ編成はランダムなのですが、もともと編成しているキャラが確率で残るんだな。失敗して挑戦回数が増えると、自分で編成してるキャラが残る確率も上がるみたいな。ちなみに今回、1ページ目は壁がキャラ残りしてくれて、2ページ目はキングガメレオンちゃんと、ピカちゃんだけ残ったって感じです。これピカちゃん。このボスの推進力がエグいから、もう少し妨害役が残ってくれると助かったんだが、このキャラたちでなんとか抑え込んでくれたのむ。それにしてもキングダメちゃん、ずっと前線にいて無駄しているとは。おぉ、ようやくここで倒されちゃった。めちゃ助かったでサンキューお疲れ。とりあえずボスの動きは封じられているから、またキングダメちゃん出せたらいけそうだな。お金も結構余裕あるぜ。もう少し、もう少しで再生産可能に。きたー。おし、これでまた一気に安定感アップ。ちょっと攻撃役が不足してるから、ダメちゃんには攻撃もお願いしたいのよね。そうなんだよな、攻撃役は一体も残してくれなかった。おし、ダメちゃんの攻撃射程範囲までボスに接近。ここで仕留めてくれたのんだわ。それにしてもボスさんのパンチ、相変わらず攻撃速度、エグいな。ちょっと油断すると一気にいかれちゃう。できましたー。おっしゃ、ボスさん撃破。さあさあ、レジェンドクエスト完全制覇まであと少し。とっとねー。イエス。伝説キャッツアイ3つは嬉しすぎ。星をたくさん増やしていたおかげで、やっと完全制覇できました。はい、レジェンドクエストはステージ挑戦に、レジェンドストーリーで獲得した星が必要。星がなくなったらゲームオーバーで、これまで星不足で最後までいけず。今回はレジェンドストーリー、星3レベルを全部クリアした上での挑戦だったのだ。その報酬は超豪華、プラチナチケット。ってことでこのチケットと課金でゲットしたチケットと、2枚のプラチナチケット含め、超激レア確定ガチャ、分回していくぜ。初音ミクコラボに、クリスマスガチャにウルトラソウルズ、盛りだくさんだけど、正直前田サンタさんは結構欲しいけども。やはりここは主にゃんこ大好き、ウルトラソウルズでずっと狙ってきてる。伝説キャラ、牛若を今日こそ引き当ててやるんじゃあ。ってことでこちら、がっつり引いていきます。大確定演出。まあ確定ガチャだからそんな珍しくないが、この演出出た時は確定枠以外に超激レア確定、なんて思ってましたが、以前、普通に確定枠だけでがっかり。てかなんかめちゃ激レア出るわね。マジで激レア確率エグい、嬉しいような嬉しくないような。はいお次、早くも確定枠。出ました、このガチャで唯一嬉しくないカチカチヤマンズさん。なぜかね、この子に愛されている主にゃんこなのよね。はい、じゃあ切り替えて20連目。おーい。おお、いきなりさっきも大活躍。浦島さんこれは嬉しい。おしこれで良い流れができたわ。マジでそろそろ、牛は加算でてもいいんじゃないかってぐらい引いております。また来たー。ウルトラソウルズで一番新入り、金太郎さん。超激レア3枚抜き確定。確定枠、誰かな誰かな。さあお次ラスト。笠地蔵ちゃん来たー。にゃんこ界で実力、人気ともにトップクラスの看板キャラ。これも普通にめっちゃ嬉しいってか、20連目はめっちゃ良かったな全体的に。こう来たらもう、牛はかがして完璧な流れで完結でしょ。さあ30連目、ミラクル起こるか。まあまあ、勝負は後半。来ないっすな、牛若。
あっという間に休み、確定枠。またお前かーい。せっかく良い流れ作ったのに、10連目と全く同じに逆戻りて。ってことは40連目はまためっちゃ良い。それを信じて40連目。超激レアスラ来ない？また確定枠だけかなこら。はい、確定枠だけ確定でラストは。サルカミちゃん、まあ嬉しいけど、なんだかなぁ、牛若。大逆転を目指し50連目、ここで事件発生。間違えて初音ミクコラボヒットという凡ミス。せめて確定枠で持ってないのくれば、全然いいもん。がしかし、確定枠もすでに持っている大阪バージョンのミクさんでした。まあまあまあ、まだ猫感残ってるもん。最後の10連で奇跡起こすもん。ここで牛若を降臨させてこそ、YouTuber。神様お願いします、神様お願いします、神様お願いします、神様お願いします。神様、いるかな？神様はい、これで牛若出る可能性消滅。神はいなかったようです。確定枠、鶴の恩返しでフィニッシュ。でもね、皆様忘れてませんか？今日はまだプラチナチケットが2枚も。まずレアチケで前田サンタを出して。どんまい、まだ2枚残ってるし。どんまい、まだ1枚残ってるし。4枚でもあれだし、プラチナチケットでキャスリーかダークキャスリー出せば、まだまだ大逆転さよならホームラン可能なのよー。ってことで本日、最後の勝負です。は、まだ1枚あるし、まだ負けたわけじゃねえし。本当に最後。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。